連発ですね。コバネボウズはない。抜けかけフィッシュ来ましたよ。山崎、おはようございます。さあ一枚関地山崎です。今日はね、鳥羽浜辺屋さんで、来ております。まあ、なんでね今日また浜辺屋さんかというとね、こちらの方々みんな来ていただいてます。素材工房のテスターのね皆さんに、来ていただいております。もうカミカミやけどね、ボールが。まあね、あのレギュラーの橋爪さん、はい、おはようございま す。今日はねもういろいろちょっと団子レシピ、はい、皆さんの団子レシピ、ね、そうですね、みんな違うんで、はい、見ていきたいと思うので、ね、はい、その辺詳しくねまた説明してもらおうと、はい、で続きまして、尾崎さん、よろしくお願いします。ます、尾崎さんもねちゃんと喋ってもらって神々で、神々でそこ期待しますんで、カメラがまだ撮ってない。で、橋本さん、よろしくお願いします。橋本さんもね、あのうちね動画も出ていただいてるんで、まあ、皆さん動画出ていただいてる方なんでね、まあ、分かってると思うんですけど、それぞれみんな団子のね、配合の仕方とか違うんで、そこを見ていきたいなと思って、はい、で最後になりましたけど杉原さんで、よろしくお願いします。そうですね、もう皆さん4年ぶりになるんですね。はじめさんがちょっとレギュラー化するんであれなんですけど、皆さん4年ぶりでね、また、団子レシピ本当にまた詳しくね、皆さん釣られてる団子ばっかなんで、それを今日ね紹介していきたいなと思っておりますので、今日一日ねちょっと天気こんなんなんで、そうですね、爆風でちょっとえらいことになるんで、はい、ちょっと早めに団子練って釣りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやだ、はい、それではね団子練っていきたいと思います、はい、ね、いきたいと思います。僕今日ねちょっと、アドバイザーっていう感じでね、させてもらいますんで、はい、まず橋爪さんからね、はい、今日はちょっと秋、数釣りっていうことで、はい、片手団子、で一日ちょっとやり通したいかなと。で、まあ皆さんもご存知の通りこのレッドステージ、はい、これね何もこのままで結構海水入れてもらって片手団子、めちゃくちゃやりやすいんですよ。まあここ水深10メーターぐらいの場所なんですけど、はい、うん、まあ、僕はこれもプレーンそのままでも全然片手団子やれるんで、まあ今日はこれをベースで、はいはい、やりたいと思います。割とね、あの比重もありのついてますんでね、で、うん、粘りもありの素材工房の団子はね、比較的比重はみんなあって、あとね水分量でバラケの調整っていうのはできるんでね、はい、でまあもうこのまま一箱全部、おお、はい、でこれに開粉末、これも比重増しの、なおかつ濁りが入るんで、はい、まあ、これを3分の1ぐらい、ちょっと様子見ながら、そうですね、後で加えていくことはできますんでね、まあ、これが粘り強すぎて、まあ、今日の状況に対してもうちょっと割れやすくしよう思ったら返して、これを足していく感じで、はい、で一応これ用意しました、はい、ま、舞い上がるんで団子吸い込んじゃいます。まあ大体これぐらいね。で、まあ、あと粘り粉、これ粘り粉も片手団子の時やったら団子に結構水分入ってるんで、後からこれをかけて粘りを増すことができるんで、これも今度は逆にこれ割りやすくてこれ割れにくっていう使い方で、網エビ粉末、これはもう結構なんていうかな、料理でいうと塩コショウみたいなスパイス的な使い方で、まだ入れずにねかけて使う、今は入れずに、そうです。でもこれでとりあえず片手団子やってもらう時の、まあ注意点というか、あれはもうよく混ぜておいてください。ここ混ざってないとことか出てくると、はいはい、そこが結構こうもう簡単に割れちゃうような、混ぜムラが出るとね、混ぜムラになるんで、混ぜムラなく混ざったら海水、はい、これどうですかね、大体4から5リッターぐらい、はい、このバケツで、まあ、とりあえず半分ぐらい入れてもらって、はい、いきなり全部入れるんじゃなくて、そうですね、でこれも一つのやり方としては、あらかじめね、はい、水事前に練っておくようならね、水入れておくとやっぱ馴染みがいいんで、はい、使い始めやっぱ使いやすくなるんですけど、だんだんこれ団子に水が浸透してくるじゃないですか、はい、でその過程でまた水ちょっと調整して足してっていうような使い方が
いいですね。で、大体まあウェットな感じになったんで、もう一回ここで追加で、はい、あんまりこれも入れすぎちゃうとね、今度手直し効かなくなるんで、ちょっと少ない目からで、コツはこれで大体水分こううまく馴染んだら、今度この手でこう思いっきり押してもらうんですよ、はい、ここでもある程度圧縮しておくと弾丸もここで締まるじゃないですか、はい、で圧縮しといて、まあ、これを、まあ、こういうふうに穴開けてエビを入れたりとかして、うん、で片手で取ってもらって、でこのバッカーの縁でこうやってもらって、うん、もうこのまま形にする、はい、っていうような感じ。これが僕の秋の数釣り仕様の団子です、うん、まあ、今日はこれで1日やっていきたいと思います、はい、頑張って釣ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、次はね、橋本さんの、はい、団子配合、はい、していきたいと思います。よろしくお願いします。今日はエビを使うということで、今回はレッドステージのプレミアム、こちらを1箱ベースで使っていきます。で、あとこの入りぬか、これいつもこのイエローステージにも使うんですけど、まあ、これ結構粒子が細かくて、あと比重もありますので全体的にまとまりがいいので、これを、大体この1箱に対して半分ぐらい入れてやっていきますので、今からじゃあ団子をちょっと練っていきたいと思います。バッカーがちょっと小さいので、とりあえず半分入れて練っていきます。これも片手で握る団子で、そうですね、まあ、最初はちょっとまあバサボソぐらいの、あ、水分少なめから始めて、始めて、あとはまあ様子見ながら入れていくような感じになります、はい、でとりあえずこれですとこの4分の1ぐらい入れていきます、はい、そうですね、1箱に対して半分で、そうですね、1箱で半分、今半箱なんで4分の1ということでね、はい、そうです、はい、これにこれも半分、ちょっと風で、そうね、今日はちょっと風きついね、風がきついから飛び散るんで、はい、はい、これ、まあ、レッドステージプレミアもそうなんですけど、非常に粒子が細かいので、まあ、滑らかな感じの団子になりますね、まあ、エビの場合でしたら片手で握るような感じで使ったりもしますし、あとちょっとバサボソの感じで両方といけるような感じですね、両方いける感じでいきますので、例えば、中層に魚が多いとき、ボラとか、アオモンとかが多いときだと、どうしても柔らかい団子だとそこまで持たないこともあるので、とりあえず最初は様子見ながらやっていきます。これも僕は最初に入れてしまうんですけど、これも大体半分ぐらい、もう団子に混ぜていくような感じです。まあ、できるだけまあ団子に魚をちょっと反応させたいという意味合いも込めて、このバッカンで大体3リットルぐらいの水が入るんで、まあとりあえず1リットルぐらい、ちょっと少なめから、少なめから、ここでよくちょっと混ぜ合わせて、混ぜムラがないようにしっかり混ぜていきます。混ぜムラが出てくると、混ぜムラが出るとどうしてもやっぱり割れるタイミングも変わってきますね。変わりますんでね。大体もうこれぐらいで十分こんな感じで形になるんで。あとはね、本当に割れ具合見ながら調整していくような感じで ね。はい。これぐらいの感じで、まあ握るとこの、まああまりベタベタじゃないんですけど、ちょっとボソッと崩れるようなイメージ、状況を見て、そうです ね、水を加えたり、水を加えて、うん、あとは調整していくような感じで、はい、今日はこれで一日ちょっとやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして杉原さんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。今日の団子はね、もう私はもうどこ行くのでもブルーステージ、がもうベースというか、まあほとんどですね。どうでしょうね、半分ぐらいかな、これ半分ぐらいですかね、はい、半分ぐらいのレッドステージも、そうですね、割合で言ったら3倍ぐらいかな、まあ、3分の1、4分の1から3分の1ぐらいの間ぐらいですか ね、はいはいはい、半分まで入れ、1対1じゃないってことですね。そうです、そうです、全然もうこれはもうスパイス的な感じで、もうつなぎで使うような感じの、
はい、これはもう要するにもう僕どこでも入れてるんですが、はい、濁りばらけ、うん、あとそうですね、比重、うんうん、もうこれに勝るもう添加剤はないと思ってますんで、はいはいはい、もうこれで半分ぐらい、半分もういかへんぐらいですか、そうですね、そんなもんですね、そうね、はいはい、まあ、状況見ながらですもんね、でそれもね、まあもうこれでとりあえず攪拌しますね、うん、混ざりむらないようにミンチ糖蜜入りミンチ、はい、コーン最近入ってますけど、はい、これをこの海水これ 1.5 リットルぐらいですかね、うん、1.5 リットル、これをもうドカッと入れてしまいます。海水に溶くような。海水に、はい、もうほんまに海水に溶いて、これをでここからまた混ざりムラないように。これ網エビ粉末。網エビ粉末。これももうほんまスパイス的なもので、うん、まあ中にはこんなん効果あるんかっていう人もおるかもしれませんが、これも全然違ってきます。団子に対する魚の反応が、はい。これも混ぜて、そうです、これもちょっとこう風強いんでなんですけどね、押し麦粉、押し麦粉、うん、これも一応そうですね、半袋、1日で1袋使うような感じですね、混じるように、まあこれもこれ入れることによってもう団子の落下途中にもうすごいきらびやかになって、もう魚の反応が違ってきますんで、はい、これでもう完成しました。これでね、だいたいそうですね、今日ここ10メートルぐらいなんで、まあ10回握るぐらいで、10回握るぐらいでだいたいそうですね、まあ魚何も続かんでも30秒ぐらいで割れるような、割れるように、はい、わかりました、やります。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、続きまして、尾崎さん、はい、よろしくお願いしま す、はい、今日尾崎さんのベスト団子はレッドのプレミアムですね、はい、プレミアムに柔らかおからですね、はい、あとオキアミミックス、これ本当にシンプルな感じで、そうですね、はい、うん、寝る前に先に僕ちょっと水入れておくんですわ、あ、もう、はい、コンテナの中に、はいはい、そこを混ぜやすくするために、はい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 、でまずは、ざっくり半分ぐらいですね、半分ぐらい入れて、でこれ一袋ですね、はい、こちらの方を、入れて一袋みな、はい、もう軽くですね、そこからすくい上げて、うん、だいたい色が一緒ぐらいになってきたらもうこれで OK なんで、はい、で海水をまずはこれ3リッターぐらいなんで、はい、これ入れてもらって、もうざっくりでいいんで、もうこんな感じですけど、本当にざっくりでもうこんな感じです、こんな感じですか、はい、これで柔らかい感じの団子になって、で柔らかおから使うんでちょっと比重が軽くなるんですよ、今日はこれで大きいやつ仕留めたいと思います、はい、やるぞ。餌はない、餌はない、餌はさなぎですね、さなぎで、団子釣りで、団子釣りで綺麗な鯛ですね。結構風あって、まあ、思った以上にこうイカダって結構揺れてるんですよね、揺れてるんで、まあ
片手釣りしながら片手団子作って、でこの言い方が割とこうずれてる筋に濁り団子効かして、で例えばこういう風に言い方ずれてたらこう団子入れてたら自分がこれより後ろ行った時は釣りに行くんですけど、例えばあそこに風吹く前団子入れて自分が下がった時にあそこ狙えばいいじゃないですか。でこう団子ずっと入れてるとこうどれだけ動き幅あるかとか濁りの筋で大体わかるんで、でまあずっと僕団子入れてるんですけど、で入れながらちょっとフグとかが割とこう活性高くて、それの外側に向けて、まあ、長めの竿で、まあ、抜けがけなんかこれすごく使いやすいんですけど、こういう前すで今これ風で景色見てもらったらガーってこう動いたでしょ。で今団子入れたポイントとしては向こうに行ってるんで、そこをまあ重点的にこう今はこう狙っていくな釣り。でこう当たり今こう出てるんですけど、これチャリコね、フグどちらかやと思うんですけど、でも割とその小さい貝図ね、数釣りする時っていうのはこの取られた餌のちょっと残ったやつでもあの食ってくることあるんで、まあこういう当たりも見逃しながら、まあこんな感じでこう風で自分が動いているというのを意識しながらやっていくと、まあまあその広角長方というかこう前をね狙うこう意味があるっていうかあるんで、まあそういうことを考えながらやってますね。であんまりもこうひどく動いてなおかつこう、団子に魚が執着するようであればもう団子釣りにシフトしていって、まあ、そんな感じで進めていこうかなと思います。なんかでかいのだよ。おお、いいの来た。何これ。なんかいいの来た。いいの来たよ。なんやろ、コチや。最近こういうの多いな。本命じゃないやん。これ山さんの。僕のせいや。コチ来ましたね。これ広角長方ね、あの前の方を狙って、でシラサイ、ちょっと大きめのシラサイで目立つような距離でやってたので、まあまあびっくりしましたね。やばかった。おお、違う、なんかちょっと違う。美味しいとこばかりと思ってくから。あかんな今日。よしゅが。まあまあお膳立てやね、その辺はね。山より。おいおい。ちょっとヘダイが釣れてたんで、あのちょっとヘダイかなって思ったんですけど、ヘダイの大きいでやるんか。結果ほらね、やりましたね、はい、皆さん渋い状況でね、僕だけちょっと前に投げて、まさに抜けがけフィッシュ来ましたよ。
マジですか。で、どうしたんですか。どうしたんですか。この沈黙を破る一枚。尾崎さん顔引きつってますやん。静かにしてくれる。静かにして、静かに。集中できへんで、ちょっと。か。うそ、まあ、優しい感じのねリリースということでごめんなさい。これもね、まあサナギ餌やったんですけど、まあ可愛いチューンです。はい、やりました。でこれ水分多くて開粉末入れてるんで、もう下の方でベーターとこう濁り入る感じの団子になってると思うんですよ。残っとるんや。お、やっと帰ってきました。今現在、団子にはボラがガンガンに当たってきて、まあ、状況もすごくよくね、ヘビだとちょっと持つんですけど、まあ、カワハギとかフグがすぐ当たっていくんで、ちょっとでも餌を残すためにね、コーンで、今やってみます。コーンは僕結構刺す量が多いんでね、まあ、刺せるだけこんな感じで、針は2号なんですけど、まあ、4粒で、あんこはなしでこのままですね。これはもう大きい言うてもらわんと。結構団子自体はもうふわっとした感じの。そうですね、はい、ずっと両手で握る団子で、両手で握る団子続けとったんですよ。もうあんこなしの、はい、もう全部混ぜて混ぜて、うん、最後余るのもったいないんでね、最後は。
やるときはやる。コーン3粒、4粒ぐらいでしたかね。ちょっと覚えてないんですけど、団子で。コーン3、じゃあ3粒つけてみましょうか。釣れました。いいんちゃいますか。お、大きい。今はコーンでした。連発ですね。はい。尾崎さんがコーンでちょっと連発してる。先切りの冷凍コーン、愛用しているコーンでやってみます。死ぬがシュッと、もう吸うたら離さんぐらいのコンパクトにして。ちょっと今ボラもいますんで、12回団子のサイズは小さい方やと思います。あまりそこについてこうすぐ割られないような感じですか。そうですそうです。すぐ割られると餌取りにやられる確率が倍増しますね。はい、今の感じ、もうものすごく汁もおるんでしょうけど、もうその何十倍ぐらいの魚がこれ今下におるんで、はい。やりました。ヤマザックちゃうか。最後の最後でこう、今日これで僕が釣ったことも全員あんなっていうことでね、よしとしましょう、ね、ヤマザック。はい、今日一日お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、朝からねちょっと悪天候で雨降りので上がったら爆風の、今もまだ爆風のっていう、ね、そんな中ね今日みんな素材工房の団子を使っていただいて、まあ、一人一人ねみんなレシピも違って説明いろいろさせてもらってね詳しくできたんで、でまあ血ぬも出たし、またこれからもね今後またこういうこともあると思いますんで、よろしくお願いします。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。